村長さん今出かけてるよ。え、タイミング悪っ。マジでどこ行ってんの？巨人の寝床の畑を調べに行ったの。どこそれ？急ぎの用事なら探しに行ったらどうだい？同じ顔してるこの二人。巨人の寝床の畑はフリーズ村の南東、氷点雪原を抜けてずっと左に進むのよ。いや、地名で言われてもわかんないよ、来たばっかだから。ああ、まあとりあえずじゃあ村の外にいるってことね、村長。じゃあ行ってみるか。あ、なんか光ってた今。これ何？太い長ネギ。人参育ててんじゃないのかよ。ネギ取れちゃったよ。氷点雪原。あ、ここが。え、なんか始まったし。お？何？は？え、何これ？足跡？あ、あのバドレックスの足跡じゃないこれ。え、なんでこんなところに？え、何これ？あ、あった！あ、ソニアちゃん！ちょ、久しぶり。これこれ、ほら、やっぱりね。ちょ、寒そうだな、めちゃくちゃ。私の仮説は正しかったのだ。いや、ちょ、ソニアちゃん、久しぶり。テランコ。また遭難スペース。何してんのこんなところで。探検。そっちこそ。無邪気に言っとくか。探検です。何それ、こんなに寒いのに。いや、まあランコまだ若いから。ちょっと引くんだけど。引かれてるし。いや、引かないでよ。てか、ソニアちゃんの服装も引くわ。雪国でへそ出すな。私は冠雪原のとあるポケモンを調べてるの。ポケモンの中には人間がいない場所を好んで暮らしている種族がいるんだけど。ほうほうほう。ここ冠雪原は彼らにうってつけの土地なのね。ああ、人がいないから、あんまり。私の仮説では、うん。とある伝説のポケモンが3匹この地に潜んでいる。3匹？え、それってどの3匹？仮説を裏付ける証拠にそこの足跡を調べてみてよ。あ、これ？え、これバドレックスの足跡じゃないの？え、とりあえず調べてみよう。鉄心ポケモンの手がかりを見つけた。合計 2% になった。なになに？なんか急にランコが言い出したんだけど。2%？ 私の仮説では伝説の鉄心ポケモン、岩窟ポケモン、草原ポケモンの3匹が。草原ポケモン？冠雪原にいるはずなの。え、なにそれ？そんなんいたっけ？今みたいなポケモンの手がかりが至るところに散らばっているしね。はぁ。足跡。手がかりを 100% 集めればポケモン探しマシーンを使って、なんだそれ、パワースポット探しマシーンみたいな、伝説のポケモンの生息地を突き止められるんだけど、雪原寒すぎてちょっと諦めモード入っちゃってる。いや、厚着してもっと。寒いの多分服装のせいでしょ。ランコってしばらく冠雪原にいるよね。ポケモンの手がかり見つけたら集めて届けてほしいな。あ、この足跡を探せってこと？もちろんお礼はするからさ。あ、なるほど。私はあそこのお家でポカポカとあったかく過ごしながら、あ、あの家にいるんだ、ソニアちゃん。もとい、熱い気持ちで調べ物しながら待ってるね。え、なに、ちょっと気使ってくれた？ソニアちゃん今。いや、全然よ、そういうの。ランコ、氷の女だから。うん、誰に対しても無表情を崩さない。鉄仮面ガールだから。別にそういうのでいちいち傷ついたりしないから、大丈夫。とりあえず村長を探せに行こう。あ、村長だ。やっぱ村長だ。メガネかけてるから。何してんすか？この畑も手遅れじゃな。あ、そうか。畑の様子を見に来たんだって。土は痩せ細り、これでは野菜も育つまい。おぉ。冠雪原の土地はもうダメなのかもしれん。あ、その北条の王の力が弱まってるってことか。おや、お客人、いかがなさいましたかな？え、なんだっけ？あ、あれだ、馬だ、馬。相場、相場。ん？北条の王の相場について知りたいですと。知りたいんですよ。てか、村長知ってんの？ふむ、こんなところで立ち話もなんですから。フリーズ村のわしの家でゆっくりお話しましょうぞ。え、また、また村戻んの？いや、別にいいけど。それではお待ちしております。ちょっと村長一緒に行きましょうよ。そのメガネなんでずっと曇ってるんですか？そういう機能ね。いや、マジで帰ったし、ちょっと。じゃあもう一回村戻るか。あ、村長いるわ。こんにちは。ちょっと話を聞かせてくださいよ。北条の王の像が頭が大きくなっておった。あ、あれね。ランコは被せたからね。なんと、あれこそが王の本来の姿ですと。いや、ま、だって昔の写真ああだったでしょ。確かに北条の王シャツはあのようなデザインでしたが。あ、あのスウェットね。まるで本物を見たかのような口ぶりですな。いや、見たからね、本物。あの像はわしが子供の頃から壊れていたのに。あ、そうなんだ。ずーっとあの形だったんだ。そうじゃった。北条の王の相場について知りたいんでしたな。なぜそんなことを知りたいかは分かりませぬが、ついてきなされ。
え、てか村長わかるんだ。え、すげえな。え、でもそんな詳しくないんでしょ。あ、家の中に。昔本で読んだことがある。王の相場は冠雪原のとある野菜が好きだったと。とある野菜。はてなんじゃったか。最近物忘れがひどくての。え、あれじゃない？人参じゃない？詳しく知りたいなら本棚で調べてみなされ。あ、なんだっけあの子。あ、メレシーだ、メレシー。メレシーいるじゃん、村長んち。進化しそうで進化しないポケモン、ベスト10に入ってそうな。メレシー。こんにちは。カラッと。カラッと？唐揚げ？あ、ダイヤとかのカラッとね。なるほど。唐揚げの揚げ具合の話かと思った。うわ、めっちゃあるし、本。え、どれ？いや、なんか気になるのもあるけど。フリーズ雪踊りとか。とりあえず上から順番に。そのもの、この地に豊穣をもたらすポケモン。右の手をかざせば草花は生い茂り。左の手をかざせば畑に実りを授ける。え、すげえじゃん。青く巨大な冠を輝かせ。あれな、でかいよな。相場のポケモンと地をかける。おお、やっぱ乗ってたんだ。その足跡には命が芽吹き、地上に豊穣がもたらされる。すげえ、獅子神みたいじゃん。我らはかの者を王として崇め、奉った。はあ、本当に王様扱いだったんだな。王の相場。王の従順なる足であり、その力を引き出すもの。へえ、ひとたび2匹が1つとなれば、一夜の間に森を生む。2匹？あ、そのバドレックスと馬ってこと。もともとは気性が荒く、村の作物をむさぼる暴れん坊であったが、これを王がいさめ自身の配下とした。へえ、あ、バドレックスがいさめたんだ。その毛並みの色をいてつく氷のような白というものあれば、氷。闇夜のゴーストのような黒というものあり。へえ、二色？どちらの言い分が正しいか誰もわからない。え、両方なんじゃない？氷ゴーストタイプのポケモンなんじゃないの？絆の手綱。なんだこれ。相場を手なずける際に王が力を込めし手綱。あ、手綱握ってたんだ。実りを与えてくださる王に我ら人が捧げたもの。へえ、王とその相場だけでなく我ら人とのつながりでもある。ほう、そんなあったんだ。年の初めに王へと捧ぐこと忘れるべからず。え、絶対忘れられてんじゃん、もう。輝く花と縦髪を幾重にも重ね折る。ほうほうほう。その作り方、子子孫孫に至るまで語り伝えよ。いや、絶対語り伝えられてないでしょ、これ。へえ、手綱。雪原の野菜。冠雪原の人参は変わった育ち方をします。あ、やっぱ人参じゃん、野菜って。雪深い土地の畑では冷たい人参が育ち、お墓の近くの畑では黒い人参が育ち、いや、絶対それ、なんかやべえ成分入ってない？墓から。氷タイプのポケモンは冷たい人参を好み、ゴーストタイプのポケモンは黒い人参を好みます。え？どういうこと？え、でもこれ馬に対応してるよな、絶対。おとぎ話に出てくる豊穣の王の相場も、人参が大好きなのですが、書かれている本によって白い姿の相場が、冷たい人参を食べていたり、はぁ、黒い姿の相場が黒い人参を食べていたり、なぜか描かれ方が違います。え、2匹いるってこと？馬。え、どういうこと？フリーズ雪踊り、これもどういうこと？年々厳しさを増す雪原の寒さ、辛いですよね。いや、なにこれ。薬の CM かよ。お家でぬくぬく過ごしすぎて運動不足になっちゃいますよね。いや、誰なんだよ、こいつは。そんなあなたにフリーズ雪踊り、動いて体温を高めましょう。え？両手を上げてちょいなちょいな。お辞儀をしてはフリーズフリーズ。いや、なんだよこれ。バドレックス関係ねえじゃないか。さあ、みんなで輪になって踊ろう。V6 か。フリーズ雪踊りで元気な老後。いや、でもちょっと、高齢者向けの本じゃん。一緒に入ってんじゃん。お土産アイディア。これはなんかわかるな、読む前から。フリーズ村観光係お土産品アイディア企画。今回の商品化は、豊穣の王 T シャツに決定いたしました。あ、T シャツもあるんだ、あれ。スウェットだけじゃなくて。昔の資料を使い回してデザインコストを削減します。いや、そういうところ。いや、デザイン力入れろよ。たくさんのご応募ありがとうございました。しかも募集で決めたのかよ。あ、だからあんな雑なデザインだったんだな。コスト削ったから。王様、王様。なんだっけ？人参が好きらしいよ、相場。カムカムクラウ。あー、話通じなくなってる。ちょ、おっさん呼んでこないと。あ、来た。自分から来た。ん？隊長、誰かに呼ばれた気がしたが。お前さんか？いや、この王様が呼んだんじゃない？多分。って、
おう。て、わわわはーん。やっぱこれやるんだね。いや、ちょ、こんな短期間で何回もやって大丈夫なのね、王様。マジで後遺症残んない?人の子よ。相場について何か分かったであるか。いや、おっさんに確認取ってからやるようにしてくれよ、せめて。いや、分かったよ。人参、人参。人参が好きだし。相場の好物が分かったであるか。そう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 。野菜ね。共にいたのが遥か昔で、世は忘れてしまっていた。あ、そうなんだ。忘れてたんだ。馬のことは覚えてたのに。相場の好物があれば、あやつをおびき寄せられる矢も。なるほど。その好物とやらは何であるか。あ、人参でしょ、人参。ちょ、めっちゃ出てきた。え?絆の手綱、人参、フリーズ雪踊り、北条の T シャツ。ああ。ちょっと T シャツって言ってみるか。T シャツ好きらしいっすよ。ふむ、世が描かれし衣であるか。いや、騙されそうになってんじゃん。違いますよ、王様。嘘ですよ。まがいものといえど、相場の目に世の姿が映れば?ほう。たちまちあやつは逃げ出してしまうであろうな。え、どういうこと?え、そんな嫌われてんの?他の情報を教えてほしいである。え、なに?え、嫌われて逃げてったの?そんな悲しい別れだったの?フリーズ雪踊りは?じゃあ。ふむ、フリーズ雪踊りであるか?え、知ってんの?王様。それは知ってんの?幾年か前、村の人間が奇妙な舞を踊っているのを見たであるが。あ、村総出でやってんだ、これ。あのようなものを見せられては、欲張り数一匹近づかないである。あ、これに関しては違うなってわかるんだ。なるほど。他の情報。え、この絆の手綱って気になるな。これ王様知ってんのかな?絆の手綱。ふむ、絆の手綱であるか。若干早口言葉みたいな。確かにそれがあれば、相場を繋ぎ止めることもたやすいであるか。ほうほう、やっぱり王様が使ってたんだね。人間が絆の手綱を世に捧げることもなくなった。まあ、でしょうね。今となっては手に入らぬであろうな。ああ、やっぱそうなんだ。じゃあ、まあ、人参?好きな食べ物。人参好きらしいっすよ。ほう、人参であるか。ニコー。王様の笑顔好きだな。確かにあやつは何らかの作物を前にすると、飛びついて抑えるのに骨を折ったである。あ、そうなんだ。そんな好きなんだ。今思えばそれが人参だったであるな。いや、すっげえわかりやすい好物だけどね。人参って。人の子よ、さすがであるぞ。あ、褒められた。あとは人参さえあれば、行方知れずの相場をおびき寄せること叶いし。もうよかったですね。村の人間は人参を育てているであろうか。ああ、育てているって言ってたよな、そういえば。種の一粒でもあれば、世が育むことも可能であるが。あ、種ある、種ある。王様、種あるよ。なんとびっくりしてる。目が点になってる。その奇怪な袋が人参の種であると。いや、王様、表情豊かだな、意外と。人間の力も常に進化しているであるな。あ、種の袋見るの初めてなんだ。世は敬服するばかり。いや、ランコに会うまで何してたんだ。しかし、ふむむむ。村の畑では、人参を育てるのに不十分であるな。あ、そうなんだ。あ、なんか墓場の近くみたいに言ってたよな。豊かな土壌があれば、世の力で作物を育むことも可能であるが。あるがって言われても。我が雪原で作物を育てるのに適した土地は。はい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 。え?おお、何?なんだこれ?お!近いジャック。え、どこ?一つは冷たく清らかな雪深い土地の畑。ああ、ここに種埋めに行けってこと?おお。あ、墓場か。あ、墓の近くの畑。一つは死者を弔いし墓標の傍らにある畑。ああ、これって両方に埋めに行けってことなのかな?探して。なんかゴーストと氷って言ってたよな、それぞれ。二つのいずれかで使えば世の力を使い人参を育むこと叶いし。あ、どっちから使うんだ?いずれかの畑を選び種をまいてほしいである。ああ、これって、タイプ決まるってことなのかな、馬の。あ、おっさん。ふが!ちょ、次からマジ確認取って。おっさんの体乗っ取る前に。ありゃ!最近すぐ外で寝ちまうぜ。いや、おっさんがアホでよかったけど。だはは、留守番隊長もいろいろ大変だからよ。いや、大変なことないだろ、何も。隊長もあんま頑張りすぎんなよ。いや、おっさん、宿屋で何やってんだろう。普通にスマホゲーとかやってそうで腹立つな。二つの畑をタウンマップに。あ、場所もう分かってんだね。どっちかに埋めろか。雪深い畑か、お墓の畑。でもさ、なんか黒い人参キモくね。墓場の近くで取れるって。なあ、はんぺん丸。
普通にさ、雪深い畑のさ、人参の方がなんか美味しそうじゃない？甘みが増すって言うじゃん、雪の下で育つと。着いたわ、ここね。じゃあというわけで、こっちの雪深い方の畑に種を植えるか。バドレックスが教えてくれた畑の一つだ。この畑に人参の種を撒きます。ローゼンメイデン思い出したな。あ、ちょっと畑の一つにたどり着いたのであるな。もう手弱わーんの下り走られちゃってんじゃん。当然のようにおっさん連れてきたけど。この畑には冷たい人参が実る。遠い昔の記憶で曖昧なのであるが、ほうほう、確か氷タイプの相葉がよく食していた野菜である。え、てか2頭いたってことなんじゃ。もう一度聞くが、本当にこの地へ種をまくので良いであるな。いや、いいですよ、こっちで。いや、お墓の畑ってそりゃ土壌栄養たっぷり含んでるだろうけどさ。お墓の近くなら。でもその栄養嫌じゃね。ザッザッザッ。あ、ランコが人参を埋めている。あの指の第一関節までね、穴の深さは。人参の種を畑に埋めた。ポンポン。さすがランコ、ガーデニング女子。カラカラカラ。産む。カラカラって何。小気味よい土さばきであった。え、それ笑い声。なんだそのキモい笑い方。次は世の番であるな。今こそ力を見せようぞ。お、豊穣の王の実りの力が。む、むい。あ、踊ってる。かわいい。噛む、むい。いや、ちょっと待って、おっさんも一緒に踊ってるから。噛む、噛むーい。いや、ちょっと王様が踊るのはかわいいけどさ、おっさんも一緒に動いてんだよな。これ動き連動してたのかよ。あ、だからあのキューピーちゃんみたいなポーズなってんの、おっさん。ぐ、ぐ、ぐぐ。お、すげえ。シュポン、できた。じゃ、トトロじゃん。隣のじゃん。隣のみたいなことやってんじゃん。マスタング大佐の言い方。あまたの種子をまき、実らせたのはただ一つ。いやいやいや、十分ですよ。しかもめっちゃでかいし、その人参。落ちぶれし我が力。ああ、嘆かわしい、嘆かわしい。あ、昔はやっぱもっとすごかったんだ。しかし、この嘆きとも間もなく別れの時。おお。いや、てかこの人参、ダンデさんにあげに行かない？ランコが育てた人参ですって。その冷たい人参を力の限り引っこ抜くである。わかりました。あ、動かせる。ちょっと王様、絶対今回もおっさんに確認取らずにやってますよね、これ。いや、もうランコの前じゃなくてもやるようになっちゃったの、これ。輝きながら浮いている。ちょ、輝きながら浮かせるの、これどうなんだろうな。まあ、おっさん丈夫な体だとか言われてたし、やっぱある程度負担はかかってんだと思うんだよね、これ。だってわざわざそのために丈夫な体のおっさんが選ばれたわけだし。いや、まあいいか。まあ伝説のポケモン大好きなおっさんだからな。伝説のポケモンに負わされる後遺症ならオッケーなんじゃないか。よいしょのしょ。あ、何その掛け声。初めて聞いたもん、そんな。ランコは冷たい人参を手に入れた。やったー。いや、半分ぐらいダンデさんに。形悪っ。豊穣の王の相葉が好んで食べる作物。いや、めっちゃ形悪いですね、おさま。人の声をよくぞやったである。その人参を用いれば我が相葉をおびき寄せること叶いし。ちょっと3分の1ぐらいお土産にもらっちゃダメですか。あとは世の力を増幅する絆の手綱さえあれば、たやすく相葉を乗りこなせるが。あ、やっぱり手綱も必要なんだ。もはや人間からあれを捧げられることはないであろう。はあ、え、じゃあどうするんですか。あ、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 馬だ。ちょ、王様来ましたよ、早速。おお、なんだあれ、バシローズ。なんだその鳴き声。いや、てか通り過ぎちゃったけど。あれ、王様ちょっと。え、こっち来なかったよ。あやつは我が相葉、ブリザポス。ちょっと、ブリザポス行っちゃったよ、王様。ねえ、いいの？あの白く輝く毛並み、粗暴狼藉に走る姿。いや、何それ。後半悪口じゃないですか。出会いし頃と微塵も変わらぬ。ああ、懐かしい、懐かしいや。いや、懐かしんでる場合じゃなくて。シロース。声がこだましている。え、捕まえないといけないんじゃないですか、あれ。言っちゃったけど。ね、王様。おそらくあやつは、人参の匂いを感じ取ったが、詳しい場所までは分からぬと見た。ああ、なるほど。それで通り過ぎちゃったんだ。走り去った方角から村に人参を奪いに行ったのやも。え、やばくね？フリーズ村？だとすると人の声を。フリーズ村が危うい。ちょっと、俺たちのせいじゃん。急いで向かうである。俺たちのせいで、村がピンチに。いや、ちょ。おっさんも連れてくの、そのまま。いや、いや、おっさん解放してってよ、王様。ちょっと、村の人に思いっきり見られるじゃん、その姿が。え、大丈夫かな、行っちゃったよ。え、じゃあ、フリーズ村行くか。村のみんなが危ない。よし、行くぞ、ランコ。
ランコ、ちょっと待って、待って、待って。今日、雪目の子ちゃんおるやんけ。ちょっと、お姉さん、すいません。今、お時間いいですか？お姉さん、ちょっとだけ、ちょっと、ほんとちょっとだけなんで。今、僕たち、街角かわいいポケモンウォッチングっていうのやってるんですけど、お姉さん、すっごいかわいいポケモンなんで、ちょっと興味あったら、ちょっとこれ見てください、これ見てください。喜んでる、喜んでる。いいよ、いいよ。お姉さん、その表情いいですね。その表情、いただきです。もう興味ない。もう興味を失ったチャンピオンタイム。お姉さん、本当に、ちょっとしか時間取らせないんで、もう短時間でもうすっごいお金稼げるんで。ちょっとお話だけでも聞いてくれませんか？すいません。ちょっとぶつかっちゃった。すいません。さあ、来たぞ、フリ。めっちゃいるんだけど。思いっきりいるじゃん、村の真ん中に。あ、村の人が、怯えていらっしゃる。マジで村を襲いに来たの？ブルーホース。バシロースじゃないのかよ。やめて！ランコ！さすがチャンピオン。村のピンチに駆けつけた。バシロースやっぱ言うんだ、それ。てか、顔怖い、結構。おー、来た。バトルになるんだ。ブリザポスが現れた。いや、白目向いてんだけど。怖っ。ハンペマル、さばいてやれ。村を襲う不届きなポケモンを、さばくのは俺のモルペコだ。行くぜ。ブリザポスはランコの冷たい人参を狙っている。そうなの？これが欲しくてやっぱ来たんだ。レベル75、高えなー。あげたらいいってことじゃあ、人参。持ってんのかな、ただ、そもそも。なんかでも戦闘中に使える感じじゃなさそうだな。じゃあもうこれ普通に倒せばいいのかな。それかも捕まえれんのかな。いや、とりあえず電磁波打つか。いけ、電磁波！うら！微弱電流、うら、うら。よし、麻痺。麻痺らせた。で、何してくる？つらら落とし。普通に氷技を打ってくるんだね。いや、これどう？ハンペマン、うららー！ちょっと、ドタマにぶっ刺さった、うらー！ちょっと強ー！いや、柔らかハンペン丸っていうのもあるけど、攻撃上がってるし、マジかよ、そんな能力もあるのか。でも、もろ氷タイプだから、いや、もうコラショに行ってもらうか。いや、でも、ハンペン丸が麻痺を入れてくれたから、ちょっとは戦いやすくなってるはず。頑張れ、コラショ。周りの景色を眺めるな。戦闘に集中しろ。ボール投げれないか、やっぱり。なるほどね。じゃあ、やっぱ倒すしかないんだな、ここは。いったれ、コラショ！火炎ボール！当たるか？よし、当たるね、オッケー！おい、一球、入魂！久方ぶりの！よしよしよし！でも、抜群でこんなもんか。硬いな、こいつ。つらら落としきた！いや、これも、コラショ！いや、いってー、マジで！いや、今一つでこのダメージ。強、ブリザポス。いや、もう一発火炎ボール。当ててくれ！よし、さすが、コラショ！決めるときは決める女！おら！よし、倒した。危ねえ。さすがコラショ。なんとかしたな。いや、てか倒しちゃったよ。大丈夫なのかこれ。王様の相場なのに。普通に倒してしまった。いや、でもボール投げれなかったし、まあこうするしかなかったってことだよな、これは。生きてる。フス、ブフルス。ちょっとテンション下がってるじゃん。王様、ちょっと王様、なんとかしてください。なんとかできないのこの子。王様で。王様パワーで。ブロース！いや、まだ結構元気じゃん。あれ？違うとこ行った。キャー！おばあちゃん！カムクラウ！王様！おお！ツッってなってる。バシロース！素通り、危ねえ。人を襲うの？こいつ、普通に。いや、怖っ。野生ポケモンが人を襲ってんの初めて見たかも。でも王様がなんとかしてくれたんだ、今。大丈夫か？何かが助けてくれたような、クソデカ頭のおかげだよ、おばあちゃん。王様どこ行った？キラキラしてる。なんか落ちてるぞ。あれか、ブリザポスが落としてったのかな、なんか。何？白いたてがみ。これあれじゃね、手綱の、北条の王の相場、ブリザポスのたてがみ。丈夫でよくしてなる。手綱の材料って言ってなかったこれ。村長、お客人。村の者を救ってくれて、なんとお礼を言っていいか。そうか、ランコも戦ったもんな。まさかあのように凶暴なポケモンが雪原にいるとは。人を襲うポケモン、久しぶりに見たわ。まるでおとぎ話の暴れん坊、王の相場のような。渡るの海流以来だわ。ポケモンが人を襲って飲めるの。おや、それは、白い縦紙？そう、これ落ちてたんすよ。
おとぎ話では王が咲かせる輝く花と相葉の縦紙を縫い合わせれば、あ、王が咲かせる、王と相葉をつなぐ絆の手綱を作れるそうな。やっぱ手綱を作らないといけないんだな。かくいうわしの先祖も昔は言い伝えに習って手綱を作っておったそうじゃ。あ、村長の先祖が作ってたんだ。まあそんな花見たこともないし、手綱の伝統も廃れましたがな。いやまあだろうな。さて、おとぎ話ばかりにかまけてはおられませぬ。あのポケモンがまた村に悪さをしないよう対策を考えなければ。あー、いやなんか大変なことになってきたな。それではこの度は本当にありがとうございますじゃ。いや、なんとかしないとな。これ、ランコと王様のせいじゃん。あの、ブリザポスが村に来るようになったの。いや、ちょっと、おい。おっさんまだそのまんまだったのかよ。いや、ちょっと今回長くね。王様長くないですか、今回の操り。いや、二皇じゃなくて。いや、村の人を助ける優しさがあるなら、おっさんにも優しくしてやってくれよ。めっちゃ物扱いじゃん。おっさんに対してだけは。あ、とりあえず、王様のとこ行ってみるか、じゃあ。いや、これ絶対村の人に見られると思うけどな。お、プー。びっくりした。プーでかいからびっくりするわ。先ほどは村を守ってくれて感謝である。本当であれば世があやつを御するべきであるが。いやでも最後助けてたじゃないですか。思念を飛ばし立ち去らせるのが精一杯だった。ああ。絆の手綱があればたやすく御しきれたであろうね。やっぱ手綱作る必要ありますね、これ。作ろうよ。花が必要。そうそうそう。なんか王様が作る花がいるんだって。何？絆の手綱は世が咲かせる輝く花と相葉の縦紙で作る。それも忘れてたんだ。花、花。そうか、そうであったか。花作れんの？人間が絆の手綱を捧げなくなったのは、世への信仰を忘れたからと思っていたが。あ、王様が花を作れなくなったから？その材料を世が作れなくなったからであったか。そういうことか。長き間ずっと勘違いをしていたようであるな。あ、でも力がなくなったのは崇められなくなったからなんだよね。輝く花は多くの力を使わねば咲かぬゆえ、数百年咲かせられなかったが。数百年？あ、もうそんな前からなんだ。先ほどから少し力が湧いてくるである。あ、よかったね。どれ、久方ぶりに輝く花を咲かせてみよう。おお、あ、もうすぐできるんだ今回は。なんか頭がアップに。あ、今光った、ちょっとだけ。おおおお、あ、その冠の力で咲かせるんだね。おお、すげえすげえすげえ。え、できた？クラウムブルムス。おお、え、花びらだけじゃん。人の子よ、これを。え、花びらだけでいいの？輝く花びらを手に入れた。おお、え、花じゃなくてもいいんだ。ひとひらの花びら、淡い光を放っている。ふぅ、ふぅ、また疲れてる。人参の時と一緒で。花一輪はさすがにきつかったである。いや、やっぱきつかったのかよ。足りるかどうかわからぬが、その花びらを用いて、おう、絆の手綱を作ってほしい。いや、大きさ的に無理じゃない？この一枚で？手綱を作る一族の末裔が村にいるはず。頼んだであるぞ。え、足りんのかな、これ。え、でも多分末裔って村長のことだよな。ちょ、村長、手綱編めますか？え、でもできないんじゃないの？伝わってないんじゃないの？やり方が。おや、お客人。いや、村の救世主。救世主になってる。本を読みに来たのですかな？違います。お願いが。いや、違うんですよ。なんと、絆の手綱を作ってほしいですと。いや、作れんのかな、村長。いやはや困りましたの。あ、困ってる。わしのひいじいさん時代なら作ることもできたじゃろうが。いや、ですよね。今や伝統の作り方を覚えている者はおりませぬ。ちょ、え、どうすんのこれ。それに手綱を作るのに必要な花もないじゃろう。いや、花びらならあるんですよ。あります。花びらなら。いや、花びらならあります。村長。それは輝く花の花びら。よくわかったな。もし本物だとすると、北条の王が本当に、え、まあめっちゃいるんだけどね、さっきからずっと。いや、まさかな。かたくなに信じようとしないな。確かにわしの先祖はおとぎ話をなぞり、花とポケモンの体毛で絆の手綱を作ったそうじゃ。まあでもこの様子だとおっさんの姿見られてないんだな。それはよかったな。今や忘れ去られた古い伝統じゃがな。しかしお客人にはお世話になったでな。材料貸してくだされ。え、作れんの？え、でも作り方知らないんでしょ？え、この素材めっちゃ貴重なんだから。いや、そんな、え？作り方知らないって言ってたじゃん。わ、何それ、裁縫セット？ひいじいさんたちのようにうまくできるかわからぬが。いや、ちゃんと作れよ、お前。今こそわしが村の伝統を蘇らせてみせよう。いや、雰囲気で作ろうとしてない？なんか。ちょ、おい、村長！ちょ、マジで、
チクチク。お、やり出してるし。チクチク。え？縫い、縫い。え、できんの？できるもんなの？踏む。あ、え？全然だ、おい！じじい！ちょっと！いや、ちょ、だから貴重なんだって、これ素材。手先は器用な方なのじゃが、もっと繊細なテクニックがある人でないと、手綱は作れんぞい。いや、作れんぞいじゃなくて。そうしょけないでおくれ。いや、ほんとにすまなかったの。え、これ素材、また取り直し？え？あ！あ、おっさん！おい、村長さんよ！え、おっさん来た。借りてる部屋のシャワー、お湯が出なくなっちまったぞ。あ、もう王様から解放されたんだ。それはよかったな。あ、そっちもすまなかったの。後で見てみます、じゃあ。お、隊長。え、おっさん。なんか取り込み中だったか。いや、手綱をね、作ってもらおうと思って。空気重いぞ。え、おっさんが来たってことは？実は、村長が。いや、実は。だはは、なんだ、そんなことかよ。え、そんなこと。要は、紐ができりゃいいんだろ。え、おっさんできんの？マジで？材料貸してみろい。え、すげえ自信満々じゃん。で、この花びらと毛をどうすりゃいいんだ？え、ちょっとなんかノリでやろうとしてない？おっさんも。ほん、では僭越ながら。え、花を丸くくぐらせて、縦紙挟めば王のため。いや、なんで歌い出したの急に。なんだよ、その歌。いや、歌うのかよ。まあいいや。それな。あ、歌で伝わってたんだ、作り方。うりゃ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 。お、おっさんが震え出した。お、やってんの？え？ほらよ、できたぞ。これでいいか？え？できた？マジ？え？絆の手綱、お、すげえ！おっさんが作った！え？マジか。光にかざすと輝く布。昔人間が豊穣の王に感謝の、え？本物じゃん！え、すげえな、おっさん。そんな特技あったんだ。顔に似合わずやるの。まさしく我が家に伝わる絆の手綱ですじゃ。あ、別に誰が作るとか関係ないんだよ、これ。だっはっは。伊達にジャジャウマ娘の洋服、お裁縫してねえぜ。あ、裁縫得意なんだ、おっさん。へえ。ちなみに隊長にあげた探検着も俺のお手製だぞ。え、すげえ、マジで。え、この服作ったの？すげえな、おっさん。何にせよ、絆の手綱が手に入って。よかったの。いや、じじい、なんもしてねえだろ。おっさん、すげえな。家庭的なおっさんじゃん。パスタ作ったおっさん。確かにパスタ作るのうまそうだけど。隊長、俺のお裁縫役に立ったか？いや、めっちゃ役に立ったよ。ありがとうな、おっさん。絆の手綱が作れたということは、白い縦紙も花も本物。いや、まさかな。ほっほっほ。マジで信じようとしねえな、村長。じゃあこれを、王様に届けたらいいのかな？お、なんか始まった。イベントが。お？あ、おっさんも出てきた。いやー、気づいたらまた立ったまま外で寝ちまっててよ。いい加減おかしいと思うよ。体が冷え切ってっからアジトでシャワー浴びようとしたら冷てえ水が出てきちまう始末。あ、言ってたね。それできたんだ。俺はどびっくりしてすっぱらかん手わわわーん。おい。ちょ、おっさん話してる途中だったじゃん、めっちゃ。せめて話が一段落するまで待ってくれよ。来たし、普通に。人の子よ、絆の手綱は作れたであるか。いや、作れたけど。バッチリ、ピオニー隊長が、ちょっと、そうそう、ちょっと、このおっさんまだ話してる途中だったよ。ほう、こやつには助けられてばかりであるな。いや、そうそうそう、手綱も作ったんですよ、このおっさんが。嬉しいことは続くもの。そんだけ。要は先ほど相場の居場所をついに突き止めたである。あ、そうなんだ、場所分かったんだ。ブリザポスは冠神殿を根城にしているである。冠神殿？どこ？かつて世とあやつが共に過ごした場所。へえ、あ、そこに住んでたんだ。かつて思い出すので世は足が遠のいていたが。いや、なんだそれ。彼氏と別れた喫茶店かよ。まさかあやつ、世との思い出に浸って。いや、マジで、なんか元恋人なのあいつと。いや、まさかな。冠神殿は北の山の頂点にそびえ立っておる。あ、あれか。絆の手綱と人参を携え登ってきてほしいである。はあ、あ、わかった。あそこ行ったらいいのね、次は。では、世は急ぐゆえ、先に向かうである。あ、先に行くんだ、王様。頼んだであるぞ。はーい。お気をつけて、王様。いや、ちょ、おっさんも一緒に連れてくのかよ。ちょ、待て。いよいよ村人に見られるだろ、これ。いや、絶対見られたよ、おっさんのこと。冠神殿に向かい、バドレックスと落ち合おう。はい。じゃあ行くか、冠神殿。はぁ！はっ！深丸がいるー！ちょ、ランク、深丸がいる！深丸がそこにいる！見て！かわいい。
あ、こっち来た、こっち来た。ちょ、ちょ、ちょ、おいで、おいで。はあ、2匹もいるちょ、何これ深丸カフェ？深カフェですか、ここが。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ。あ、こっちの深丸口開いてる。ちょ、口開いてる方かわいい。口開いてるめっちゃかわいい。ちょ、はんぺん丸噛まれて。ちょっと噛まれて。写真撮りたいから。あ、来た来た来た。めっちゃか、ちょっとさ、この、深丸の歩き方これにした人、マジ天才っすね。バネっすね。超リスペクトっす。ちょ、ちょっと置いて。あー、ぶつかっちゃった。ちょっと、まあ、いや。捕まえちゃおうっと。深丸。ちょ、マジやばい。剣盾になって、深丸の可愛さ深まってんな。ね、可愛さ深まる。やば丸。よっしゃ、おらいや、もう風呂に浮かべて、深丸。風呂入りたくね、一緒に、深丸と。絶対可愛いよ。湯船を泳ぐ深丸を想像しただけでもう、ちょっと、なんか、それだけでエッセイ書けそう。深丸との生活をテーマにしたエッセイ書けそう。動くものを見境なしに襲い、ねぐらの横穴に引きずり込む。いや、怖っ。大口だが胃袋は小さめ。結構生態が、生態が生々しいな、深丸。横穴に引きずり込むんだ。サメ丸深丸のサメ丸一応強さ見よう。どうしよっかな。もうパーティーがパンパン。この言葉何回言ったか。攻撃下がり、特防上がりか。あー、なるほどね。まあ、いっか。ちょっとキャンプでめでるようにしよう、サメ丸ちゃんは。さあ、サメ丸ちゃんどこかな。どこにいるのかな。いないね。あれあれ、いないね、サメ丸ちゃんが。あれ、あ、いたねえ。ちょ、何してんの。ああ、なんか、え、なんか走ってる。ちょ、ランデちゃんと追いかけっこしてるじゃん。いや、しかも遅え、サメ丸。いや、絶対勝てないだろ。足の長さが違うもん、全然。いや、何この無謀な勝負。キャワかよ。ちょ、サメ丸ちゃんおいで。ちょっとおいで、サメ丸ちゃん。こっち来て、こっち来てみ。ちょっと呼んだよ、ランコは呼んでるよ。ランコとランタンが呼んでるよ。あ、来た来た。ちょ、見てこの川、この走り方。ちょ、テチテチ感。そしてこのキューピーハンド、おっさんもやってたけど。いや、やべえなー。え、こんな可愛かったんだ、深丸って。ちょっともじもじして、ちょ、お話しようよ。他のポケモン、いや、ちょっと、待って、サメ丸ちゃん、待って。俺との絆を深まるしよ。深めよ。ね。少し緊張して、ちょ、お話しよう。サメ丸ちゃん、お話しよう。あ、お腹空いてる。あ、じゃあ、後でカレー食べようね。うん。カレー作ってあげるから。他のポケモン、ちょ、めちゃめちゃ他のポケモンと遊びて、ちょ、待ってよ。ちょ、俺もポケモンになるから、四足歩行でついていくから、サメ丸ちゃんに、ちょ、待って待って、待って、ランタフンヌス、ランタフンヌス、ポケモンだぞ、ランタフンヌス、ウェルカムトゥマイパーティー。あ、ニッコニコじゃん、ランタフンヌス。これ好き？ランタフンヌス。俺は嫌い。俺は嫌いだよ、ランタフンヌス。サメ丸ちゃん。